フィジークで優勝する減量中の俺のガチ背中トレ1種目目はワイドでの懸垂懸垂はしっかり一番上顎まで上げ切ることが大事です下ろすのも大事なんですけど上げること収縮し切ることもめちゃくちゃ大事なんで顎までしっかり上げ切ります2種目目はストレートバーを使ったラットプルダウンですねラットプルダウンは肘の角度めちゃくちゃ重要で そんな広げて持つんじゃなく、90度ほどで上げ下げしていきます。3種目目は V バーを使ったプルダウン。この種目は、広背筋チューブ下部に思いっきり収縮を強く与える種目になります。この種目のポイントは、お尻を突き出し、しっかり胸を張り切ることですね。そこで1秒2秒止める感覚です。4種目目はマシンを使ったワンハンドのローイングですね。 ポイントとしては腰を固定してお尻と上体を少し傾け広背筋に向かって引き切っていくというイメージです5種目目はワンハンドダンベルローイングこの種目はチンニングと同じくらい大事な種目だと僕は思っていますこの種目めっちゃ難しいので動画でしっかり解説しようと思います1つ言うとすれば引きき引る時に一番集中することですラスト6種目目はハーフデッドリフト この種目は最後に肩甲骨、僧帽筋をしっかり寄せ切るイメージで上げていきます。トップサイドが一番大事ですね。本日もご視聴誠にありがとうございました。